アピールできたよ。お、キラキラありがとうございます。音がないね、これね。アピール、多分多分不器用だったと思うけど、できたよ。こんばんワニの子、こんばんワニの子、あいさん、こんばん、こんばんアニックさん、ありがとうございます。流れ星10個ニックさん最高。いや、来た。ありがとうございます。得意のダンスで好印象かな、わかんない。審査員とかのさ、意見とかも知りたいよね。長かった？体感でしょ？体感だと私的には、楽しかった。だから短く感じたよ。久しぶりに見えた。あ、明日じゃない。昨日間に合わなかったから。よかったです。できて。サガさんこんばんは。ハイカラさんこんばんは。こんにちは。下着地。鍋うまい。ヤッホーヤッホー。素晴らしい。素晴らしいでしょ。わあ、アラちゃんさんありがとうございます。あと10個。20個ありがとうございます。22時まで配信可能なのは、ん？今日？っていうことだ。あ、年齢的にってことか。長22時までやば。キキマスさんこんばんは。素晴らしい、素晴らしいでしょ。はい、こんにちは。ドキドキなんだけど、なんかさ、わかんないよね。難しいよね。もし私が合格したらデビュー、3月31日のライブ来てくださいます？あうちはお子ちゃまだからダメや。22時までしたら。じゃあ私は18時20分までで。遅い時間でもいいのに。全然遅い時間でもいいの？遅い時間でもいいですか？おはらちゃんさん、ありがとうございます。最高だね。最高。あ、じゃあ、間違えちゃった。こんばんは、ホワイトクラッカーさん。で、31日は日曜日、いけるじゃないかな。お、いける？なんかさ、私とさ、なんか話してるさ、皆さんがさ、ハゲとかずっと言ってるからさ、みんな髪の毛生えてるよね。それだけ気になってしょうがないんだけど。私どっちでもいいんだけど、絶対デビューするからさ、お餅とかお菓子ばらまき会しようぜ。なんかさ、昔のさ、船とかのさ、出発する前の投げるやつじゃないの、それ。絶対デビューしてね。デビューする。ありがとうございます。
ハラちゃんさんありがとうございます。やばい、11個もありがとうございます。ハートメーター、そうなの、うん、なんかみんな髪の毛生えてないよって言ってくるから剃っていくわハゲ散らかさないでね大丈夫、なんていうしどいこと、いきなり大丈夫だよ。ハゲてても皆さんの味方しますから。別にハゲが悪いことって言ってないから。お、浜成屋さん、おはレベル5ありがとうございます。でも一個心配なのがさ、私いつも通りのテンションで行っちゃったから、それが心配なんだよね。あの、うん、うん、一旦ね、一旦30までにして、また夜しようかなって思ってる。30までだったら短すぎるからちょっとこの後、そう、うん、ハゲの救世主あるある。あ、私ハゲの救世主なの。わあ、だるまありがとうございます。ハラちゃんさん7個ありがとうございます。夜だと 見にくいですか？あんま見ないか。明日何曜日？明日月曜日？あ、火曜日だ。育毛レンジャー？育毛レンジャー嫌だよ。私育毛レンジャーだったらブルーぐらいにいると思う。育毛レンジャー、いや、嫌だな。私いいや、育毛レンジャーのマネージャーでいいや参戦はしない。なんか見てた方が面白そうだから。私は伸ばせば伸びるけど3ミリでバリカンしてる毎回。え？ 3ミリ？ あー、なるほどね。じゃあ坊主ってことか。野球部的な。ブルーの立ち位置が分からん。ヒーローアニメとかだと3番目4番目ぐらいにいるイメージ。あのこういうさ、ピラミッド作るときにさ、 1,2,3,4,5,6,7 って数えると、ここら辺かここら辺に大体いるイメージ。うん、かな、分かんない。マネージャー何の話、おもろすぎて私はだってハゲ担当じゃん。あ、ハゲとか言っちゃってね。夜は時間がかぶらなければ。あ、なるほどね。え、この時間役にいないの。私この時間が一番かぶっちゃうと思ってたんだけど、なんかね、6時って難しい日もあるんだけど、やりやすい時間の方が多いから、6時に私いつも始めちゃう。ありがとうございます、キラキラ、うん、日による。いや、日によるんだ私も日によるよ、うん、あ、お、こんばんはこんばんは、ニコさん。まあ明日多くやってもいいけどね。今日はだって発表とかがあるからさ、怖いからさ安定の発表員中か、安定なの。お、ポポだ。ポポ2個ありがとうございます。ハラちゃんさんありがとうございます。最高。ハートありがとうございます。ハートキャンディー5個ありがとうございます。
最高。Cさんこんにちは、はじめましてだ、ありがとうございます。お、タルタルゾウさん、二十句ありがとうございます。雨のハートありがとうございます。ポボ3個ありがとうございます。こんばんは、タルタルソウさん。今は2ルーム確実に行ってる。あとは48ルームでファンレベル10に上げてる。48にしたのは48だからあ、48ルームってこと？本当の？すごい。なんかイコールラブさんとかはよく見に行く。私かわいいそう、なんか久しぶり感ね、久しぶり感。てか私と多分喋るとさ、なんか実家で喋ってるみたいな感じになっちゃうでしょ私が多分なんかキャピキャピじゃないから、あんまり、まあ外出ると違うんだけど、外出るとちょっと私異常なぐらいちょっと喋ってるから、48だよね多分ね。ルームで、他のルームでファンになっちゃうと目立っちゃうからめんどくさい。なるほどね。じゃあ目立って宣伝しといてくださいあ、でもそれで嫌われたら嫌だから嫌かも怖いね。難しいよね。赤沢ゴーブさんこんにちは。お、13位からいきます。ランキングいくよ。13位、ハイカラさん。うわ、ハイカラさん、ハイカラさんポーズ、ありがとうございます。12位さん、ありがとうございます。11位ゾーンさん、うわ、ありがとうございます。10位弱田丸さん、ありがとうございます、ね、ちょうどさ、これ私見えないの。なぜ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 。9位のんちゃんさん、うわ来た、のんちゃんさんありがとうございます。8位にこさんありがとうございます。コバさんタッチしちゃった。え、コバさんこれ本人？タッチしたら人が出てきた。7位サカさん。サカさん、ありがとうございます。6位浜成雄さん。浜成雄さん？浜成雄さん。5位 N さん。N さん。ありがとうございます。なんかさ、これ似てんね。こっち。4位コバコバさん、ありがとうございます。3位ニックさん、ありがとうございます。2位ハラちゃんさん、ありがとうございます。復活でで。1位タルタルソウさん、やばいよ、レンちゃんレンちゃん、ありがとうございます。パチパチパチ、ありがとうございます。こんばんは、浦山さん。はい、ニコさんありがとうございます。8時から22時まで空いてます。考えときます。こんばんは、レスターさん。本人いかついでしょ。うん、いかついいかついいかついけど、
想像と違ったけど男って感じびっくりした、ドンって言った。新しい配信ありがとう、お疲れ様でした、ありがとうございました。新しいでしょ。タルタルソースさんファンレベル12ありがとうございます。今何してたの。今は合否待ちです。じゃあ夕食でも食べてパンもして、じゃあねーチャルチャーよー違ったか。何がごめんこんにちはやすさん、ありがとうございます、キラキラ。ということでまた多分夜やると思うのでまた来てください。ありがとうございました、バイバーイ。想像とん、いや男って感じだった。なんかあめちゃくちゃいい意味でですよまたねまたねまたね、ありがとうございました。じゃあね、ありがとうございました。